タイラー・ジョセフは、アメリカ合衆国をハイオ州コロンバス出身の歌手、ソングライター、マルチプレイヤー、ラッパー、音楽プロデューサー。21パイロッツのボーカル、ピアノ、ベース、ウクレレ等を担当している。時々、ドラムも担当する。2008年にソロアルバム、ノーファン・インテンレットを発表。2009年からは、21パイロッツとして活動している。 1988年12月1日、タイラー・ロバート・ジョセフはアメリカ合衆国をイオ州、コロンバスで生まれる。タイラーの父親、クリス・ジョセフは高校の校長で、タイラーの母親は美容師だった。タイラーの両親はキリスト教徒である。タイラーには J、ザック、メディの3人の兄弟がいる。タイラーは小さい頃から野球、バスケットボール。 アメリカンフットボールなどをしていた。タイラーはキリスト教徒だったために、ロック、ヒップホップなどを聴いていなかったが、ティーンエイジャーになってからはというと、グリーンデー、ピーディリー、ザ・キラーズなどの曲を聴いていた。タイラーは高校には通わず、ホームスクーリングを行っていたが、両親は大学に進学してほしいと願っていた。両親からは毎晩夕食前に、500本のシュートを、 課題にさせられていたという。タイラーが入っていたクリスチャンスクールのバスケチームではポイントガードをしていた。実力が変われ、オッターベイン大学から奨学金のオファーを受けたが、音楽の道を進むために断ったという。2008年、ソロアルバムノーファンインテンデットを発表。2009年からは21パイロッツとして活動を始めた。スタジオアルバム、ありがとうございます。